はい、皆様こんばんは、穂村と申します。今日はですね、ミララン中ではありますけれども、現在来ておりますイベントのこちらのドロップアイテムですね、どこを周回したらいいかという話をしていこうと思います。毎度ながら私が10周してきた結果がこちらになります。結果としてはエクストラ4を周回するのが良さそうなんですけれども、いつも通りであれば、4、5、6全部一緒ぐらいのドロップ率になるはずなんですけど、今回は10周しかしてないんで何とも言えないんですけれども、一応4が一番ドロップしそうなので、周回するのであれば4でいいんじゃないかなと思いますね。あくまで参考程度にしていただければと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。